ホテルの前にあった聖イサク寺院です。1818年より約40年かけて建てられたロシア正教の聖堂です。集合まで時間があったので近くの露店を冷やかしてみました。ロシア人形の代表マトリョーシカです。中は空洞で5個の人形がみんな中に入ってしまいます。日本のこけし人形をヒントにして作られたそうです。ミサク広場です。ニコライ1世の騎馬像です。1825年に即位しました。マリア宮殿です。マリアはニコライ1世の娘です。現在は市議会場です。1703年5月27日にピョートル大帝の命令によってスウェーデン軍から守るためにペトロパブロフスク要塞の建設が始められました。それでは皆様、正面に見えていますのはイサク寺院広場です。イサク大聖堂広場と名付けられています。この広場の真ん中にはロシアの有名な皇帝ニコライ1世の銅像が立っています。黄色い建物は昔の元老院の建物ですが、現在はサンクトペテルブルクの国立古文書館になっています。これから右手に見えてくる広場は元老院広場と呼ばれています。デカブリスト広場とも言います。この広場の真ん中にはサンクトペテルブルクのシンボルの一つであるピョートル大帝の銅像、いわゆる聖堂の騎士像が作られています。それでは右の方をご覧いただきますと、あのピョートル大帝の銅像がよく見えています。合わせています。ピョートル大帝の銅像です。帰ってまいります。それでは皆様、まもなくエルミタージュ美術館の方に到着となります。エルミタール美術館です。それではいらっしゃる広場は宮殿広場と呼ばれています。宮殿広場の真ん中にはアレクサンドル塔が立っていますね。アレクサンドル塔はロシアがナポレオンとの戦争に勝利したということを象徴的に表しています。高さは47メートルです。その上の方にある十字架を持つ天使の顔はこのナポレオンとの戦争に勝利したロシアの皇帝アレクサンドル1世に似ていると言われています。キリスト教復活教会です。これからこのペトロパブロフスク要塞のところにあるレストランの方にご案内させていただきたいと思います。愛人であった伯爵オルロフのために18世紀の半ば頃に作られた宮殿です。この宮殿の内部を装飾するときに32種類の大理石が使われましたので大理石宮殿と呼ばれるんです。目に見えてのペトロパブロフスク要塞の方に向かってまいりたいと思います。この要塞は6つの領府からなり六角形をしています。ピョートル大帝はこの要塞の建設を自分の友人である公爵名士と19世紀の半ば頃にロシアのサンクトペテルブルクのインテリゲンツァもこの要塞の監獄に入れられました。その中にはロシアの有名な作家ドストエフスキーもいました。それではこれからこの宮殿橋を渡ってまいりましょう。
ピョートル大帝が止めたアルコール付きの危機一時の地図室があります。その上にはロシアの大使の天文台が入っております。こことサンクトペテルブルクのロックラバシュラは19世紀初期にトーマ・デ・トモンというフランスの建築家の設計によって作られ、32メートルの高さがあり、灯台の役割を果たしました。バシリ島の岬の広場、つまり公式広場と呼ばれています。ペトロ・パボロフスク要塞です。六角形をしています。左の方にそびえている建物は聖ペトロと聖パウロ寺院です。この建物の中にある石の棺の下にはピョトル大帝をはじめとして代々のロマノフ王家の人々が埋葬されています。郷土料理チキンストロガノフです。デザートはアップルパイでした。